横断歩道で歩行者の跳ねられる事故の減らんね。だいたい黒になってからが他ですもんね。反射材ももちっと普及させなんですね。なあ、横断歩道に人おったっちゃ止まらん車おっとですよ。だいたい運転モラル問題ですけん。そりゃね、手前運動場まだまだ広めなんね。これを見たらここニュースをお伝えします。今日午前10時ごろ、横断歩道を渡っていた男性が車にはねられ、意識不明の重体となっています。よしよし、今回も楽勝だったな。止まってやらした、よか運転手さん。おっかね、おっかね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？警察では詳しい事故の原因を調べています。車の気をときに渡っけんだ。ほんなこったん、だいたい車が優先だけんね。ほっ、こけもおらす、渡らすだろか。よか行こ、車が優先。手前運動、横断歩道で歩行者を見かけたら必ず横断歩道の手前で止まって、どうぞと手を前に、それが手前運動じゃ。でも車が優先じゃ。歩行者が優先。ゆっぴーからのお知らせです。横断中の事故をなくすため、ドライバーは歩行者を見かけたら横断歩道の手前で車を止めて、どうぞ渡ってくださいの合図として手を前に。横断歩行者は渡りますの合図として大きく手を上げて渡ってください。これを見たら、はぁー、長い岩の間では手前運動を応援します。人と車のより良い関係を築き、交通事故をなくそう。ピース、遊ぼう。